どういう時に、まあ、落ち込むのかっていうことですけれども、一番目、これが一番きつくてですね、相談もしにくいんですけど、まあ失敗した時ですね。まあ致命的な失敗っていうのはまあ起こらないんですよ。まあ外科医とかだとやっぱきついんですよね。やっぱオペ一つでミス起きますけど、精神科医だったらミスしたってことはまああんま失敗ってなかなか起きないですよね。精神科医だったら、まあ薬の処方をし忘れるとか、それでも薬局で気づいてくれるんで、そういう細かいミスぐらいなので、まあ精神科医ってそんなミスしにくいんですけど、診断が間違えたこともあんまないですし、失敗の関係の時はやっぱり落ち込みますね。でもなんかもっとうまくできたなとか思うことってあるわけですよ。なんかちょっと下手だったなとか、なんか噛み合わなかったなって時がありますね。そういうのは落ち込みます。これはでも勉強して努力していくしかないので、まあ逆に勉強して努力していればいいってことなので、で次にですね、業務量内容ですね。業務量内容が多くて病むということはあります。だから仕事が多いってことですね。もう当直が多すぎるとか、医者が全然いないとか、もうすごくそういう非効率なことをしていて忙しいとか、ドクターしかできない仕事ってあるので、それだけに専念できるように組織作りができてなくて、その文章作成とかいろいろそういう雑務とかが医者が全部やらなきゃいけなくて、結果的にすごく疲れたりとか不満がたまるっていうパターン、これも結構あるかなと思いますね。いや、それはもう医者じゃないと分かりませんみたいな、あ、それは先生じゃないと分かりませんみたいな形で、なんかすごく全然その作業の効率化が進まない組織とかいっぱいあるので、それは結構問題かなという気はしますけれど、病院とかだとドクターのヒエラルキーが高いからか、少人数だしもう全部医者に任せたらいいんじゃないのみたいな感じで、なると結構病む人は多いかなという気はしますね。で3番目、病老死についてですね。多くの人はお医者さんって病みますよね、ストレスフルですよねっていうと、大体皆さん3番のことだと考えてると思うんですけれど、3番については意外とね、みんなね、日常なので、まあ、受け入れてるというところがありますね。病気ってやっぱあるので仕方がないですよね。病の弱さとか能力の弱さとかいろいろありますけれど、それもなんかある種の世界のまあ必然なので。あと多いのはこれですよね、4番ですよね、職場の人間関係ということです。職場の人間関係で病むのはまあ多いですよね。パワハラ、セクハラ、もう出生と金、不倫、もうそこら辺ですよね。大体もううげってなりますよね。大体どこも一緒ですね。どの世界も一緒です。これもやっぱりちゃんと自分が何をすべきかということを分かって、距離を置いていく、そういうところから距離を置いて、まあ自分のやるべきことをやっていけばいいんじゃないかなと、まあ僕個人としては思いますけれど、やっぱりそこに引きずり込まれちゃったりとか、広い視野で見るっていうのはまあ苦手だったり、あと医者の世界ってやっぱ狭いし村社会なので、その村社会のルールでやっぱ生きちゃうので、そうなってくるとこの職場の狭い人間関係が世の中の全てになってしまって病んじゃうって人は結構多いかなって気はしますけれど、もしこの動画を見て良いと思ってくれた方はグッドボタンを押してチャンネル登録とシェアの方よろしくお願いします。ではまた。